皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちぃです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらになります。試合前の緊張をほぐす7つの方法を皆さんに紹介しようと思います。で、これはですね。試合当日、もう試合前の自分の名前がいつ呼ばれるんだろう？って思いながら、こうドキドキする。もうすぐ来る。もうすぐ呼ばれるで、私もかなり緊張する方ではあるんですが、今日は皆さんに。 試合の時に緊張しないようにする。皆さんのあの日頃のパフォーマンスを最大限に引き出せる方法を7つ、私なりの方法を紹介しますので、ぜひ皆さんこの7つ取り入れやすいものを取り入れてみてください。緊張をほぐすためには、まず1つ目音楽を聴くというところですね。で、実際私も試合の前ですね。あの、好きな音楽のあの曲を聴いたりします。 もうウォークマンとかですね自分の試合が呼ばれると思われる30分前ぐらいからこのようなウォークマンを使ったり音楽を聴くとリラックスして試合に進めることができます。というところですね。というところですね。先ほどの一つ目のやり方の「好きな曲」「音楽をウォークマンで聴きながら軽く走ります」。 試合中は自分のいいって名前がいつ呼ばれるか分からない状態ですが30分前に大体準備していただくと30分前でちょっと5分だけでもいいので軽く走ってみてくださいそうすると体を動かすことによってだいぶリラックスさせる効果がありますね緊張しない方法おすすめ3つ目ですね3つ目は実はこれは何も考えないっていうことも大切なんですどういうことかといいますと卓球って結構やっぱ考えるスポーツっていうふうに一般的に言われていますが あのまあ私のおすすめ緊張する方はやっぱり考あれ一本しなきゃこういう戦術取らなきゃこういうことやらなきゃこういうことやらなきゃあーみたいな感じで考えまくってると結構試合,のとあのその試合になった瞬間にもパニックとなってしまう方が多いですので私はこの試合の30分前ですね呼ばれる30分前に一度無心になるっていうことが大切なのかなと思います。 その一度もう何も考えないもう何も考えずにリラックスして何も考えないでちょっとボーっとこう頭の中をこう無心にさせるそうすると実はメリハリハがつきますそうすると考えた時と考えない時で頭のこのリラックスのオンオフができるようになります。なので考えずずっと緊張しちゃったり考えすぎちゃってうまくいかない人はずっと。 継続的にに頭の中が常に何かしらでで動いててる状態で全然休まってないですなので集中力がそのこ,こ,ここぞっていうその試合の時に持ってこれないんですよねベス,トベストポジションに持っていけないです。一回試合の30分前になったら頭を使わないリラックスさせる考えるのをやめるで集中力を落として頭を休ませと言ってで本当の試合に呼ばれてからか試合の始まる本当10分前本当に直前になって。 一気に考えるという感じでやります。と高い集中力を維持したまま、試合でベストパフォーマンスを出すことができます。で、4つ目ですね。4つ目のお勧すすめのやり方は、あの大きく息を吸ったり、吐いたりして酸素を体の中にたくさん与えてください。まあ、あの要するにま深呼吸ですね。を試合の始まる三十分前ぐらいからこう。大きく大きく超えて。 ゆっくり大きくこう吐いて吸って吐いて吸ってってやると体に大きくこう酸素を取り込むことができます。でやはり緊張するとちょっと若干皆さん呼吸困難っぽくなったりしませんか。私もこの緊張するともうちょっと喉が重く詰まってこうっていう感じでちょっとなんか呼吸が荒くなってしまったり浅くなってしまうんですけど、こうするとより緊張してしまうんですよね。多く酸素をこう体の中にこうたくさん与えることによって、そうするとそうこうなんすかね体もこう 大きく全身使えますし頭にも酸素が行き渡るということで落ち着いて考えることができますなので焦れば焦るほど緊張しやすい酸素が取れなくなって酸欠っぽくなって焦ってしまうという悪循環になるのでもう深呼吸はもう絶対必要です、ね、そして五つ目ですね五つ目これはまあこれは知っておきたいのが適度な緊張は必要である。 っていうところですね。あのー、実はですね、あの緊張は全くしちゃいけないっていうのは駄目です。全く緊張してなかったりガチガチで緊張してしまう。その間、ちょっと適度に緊張している状態がベストパフォーマンスを発揮すると言われています。このような感覚意識が大切なんですよね。もう緊張を適度にしている感覚がいいんだよっていうことを自分の中で植え付けてください。そうすると自分が緊張しててもこの緊張はいい緊張なんだっていうふうに思わせることができ。 つまり自信を持つことができるということは試合中自分のプレーをこういかんなく発揮することができるといった感じになりますなので緊張してもいいんです適度な緊張がむしろ一番ベスト試合を出しやすいといった感じになっていますのでそういった心がけをするとだいぶ余裕を持ってリラックスした状態で試合に挑めると思います。六六つつ目目です、ね、つ目は セルフトークっていうことです、ねまあ、セルフトークっていうのは1人ででああくことです、ね、卓球はよくそのセルフトークがよくあるスポーツなんですがあのもう私も足をしっかり動かしていくぞとかしっかり回転かけていくぞとか攻めていくぞとかそう,まあそういういろんな言葉がまあ自分なりの勝利のそのルーティーンみたいなのがあります、ね、でこれを試合の前に結構言ったりすると集中力が高まります。 で緊張感もなくなくります、ね、やはり自分で言って聞くっていうことは自分で頭の中で考えるだけよりもより2倍の効果があるんですよね。頭で考えてしかもそれを言葉に発するでそれを耳で聞くっていうことで考えるプラス耳で聞くっていうことでまあ集中力が2倍に高めることができるといった感じでセルフトークは本当にもう卓球にはかなり適しているのかなと思います。今、えー、今度度はははつつ目目です足のステップ素振り サーブの素振りフォアとバックツッツキなどの全般の素振りをすることですね、まあ、試合の30分前になりましたらちょっとラケットを持っていただいて軽く素振りをしていただくのが理想かなと思いますやはりラケットを持つっていう安心感がまず1つありますやはりラケットを試合前に握っていますとこのグリップのこのところが温まってきますのでしかもこの手の感覚もちゃんとついた状態細かい卓球のこの 細かな感覚がしっかりこうやはり手がガチガチだとあのそこで手首が動かなかったりしてそこから結果的にそーっとこう合わせスイングになってしまうか感覚がないのでとりあえず合わせてしまうそうすると合わせにいってるばっかりいますとどんどん緊張してよりカク,カクのその全然自分のパフォーマンス 発揮できていないいいう状態に陥ってしまいますなので少しでもいいので全体的な素振りいろんな素振り軽いフットワーク軽い切り返し軽いツッツキサーブなどをやってみることをお勧めします。ということで以上7つの私のおすすめするまあ緊張をほぐすだけでなく集中力を高めたり試合で勝ちに行くパフォーマンスを高めるやり方にもなっています。よかったら試してみてみください ありがとうございました。